ーク、イエーイ、自己紹介、順番に、していきます。シリーズ支配人大崎大河です。お願いします。イエーイ。はい、クラブソーライナー官房さん、キラキラ翔です。よろしくお願いします。イエーイ。こちら、制度レイです。お願いします。テナプラス幹部、笛付き部です。お願いします。はい、これを引いて、とりあえず、では、引こうか。はい、はい、トップアッカー、俺でいいよ、俺でいいよ。鉄板のデートコース引いちゃったね。引いちゃったね。何も出てこねー。大河君のね、じゃあ鉄板のデートコース。鉄板鉄板は何？鉄板のデートコースな、神社。やっちゃったね。やっちゃったね。今ね、なんで神社？いや、本当にパワースポット好きで、あー、はいはいはい、そうそうそう、なんか、なんかね、昔からその1日回りとかあれ、なんか商売繁盛の神社とか、お客さんと一緒に行ったりとかしとったから、うん、でもそういう風な神社に行って、一緒にデートする、それがいいかな。なるほど、うん、これほんまに盛り上がる、このテレビ。ほんで大丈夫、どうやってもいい。デートコースか、デート場所ここ行ってここ行ってここ行ってこう帰るみたいなやつ、デートコース。これ免許メントリーになったからな。車はまずないから、パワースポット意味ねえやな、これ。そうだな。でもデートコース、神社行って、まあ食べ歩きしたいな。どうせ、うん、街並み歩いて、で、だからこう、古いところがいいかな。古い街並み、あ、なんか要、あの路面店とかで売ってるやん、あのまんじゅうとかさ、ああいうふうなんかあって、うん、なんか食べ歩きして帰りたいかな。理想のデートコースね。理想、理想。デートコースっすか。うん、デートコース。そうっすね。県外とか行ったり。あ、県外いいね。特に何かしたいわけでも県外ふらふらして、うん、まあその土地の美味しいものとか食べて、まあ時間があったら映画行ったりだとか。で、帰りは、そうっすね、もう男なんで、ちょっとホテルに軽くね、寄ったり、そうね、寄ったり寄らなかったり、寄ったり寄らなかったりね、やっぱそれは、うん、相手のやっぱ女の子の顔によりますけど、やっぱ、はいはいはい、可愛かったら寄りますし、ブスだったら置いて帰りますし、みたいな。置いて帰るんだ。置いて帰るんだ。ちゃんと一緒に帰れるっすよ。そういうこともありながら楽しいデートをね、僕は過ごしてるかなと思ってますね。はいはい、はい、いや、僕は、まあ、俺県外から岡山に来てるんで、でまあ、岡山はもう正直そんな長くないで、まあまあ、岡山といえば和習さんかなと。デートはえ、こんな感じ。え、マジで俺はそう。和習さんか。いやいや、和習さん、まあ俺お酒好きだから一緒に飲みたいから居酒屋の、はいはいはい、ではソーラッチナかなって。やっぱ、あー、そう、同伴デートできないんですね。いや、俺的にはそうしてないですね。いや、もう日曜日はもう寝るから。俺噂では和習さん潰れたって聞いた。いやいや、そんな噂。あんな死にそうなとこ行く。いや、結構そんなヤバい。俺行ったことないんだけど。ヤバいっす、ヤバいっす、ほんとにヤバいんだ。もう落ちそう、壊れかけ。あー、これだけサビとるよな。なんかサビのやつです。ギリ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 です。ある意味面白いかもしれないな。あ、スリルが好き。スリルが各自お家で飯を食べて、カフェとかね。お店の前に1時半に集合みたいな。ああ、なんで、はいはいはい、俺はどの辺が出てるの。その外、そ、あ、その間がね、ローリーテレビ電話でもしてるから。今家でご飯食べてるよって。いや、マジで、でもデートとかせんな、ほんまに。リアルデートしないの。まあ、みんな彼女がいるんじゃないですか。まあ、いるんじゃないですか。わからない。彼女みんないるんじゃないですか。それはもう。大河君は。俺も。俺は5人ぐらい。ああ。みんなには言うよ。みんなに、5人全員に。彼女いるよ。大河本当にそうか、ですよ。シオンは。俺も4、5人っすね、でも。うまか。ですです。え、彼女っていう彼女でしょ。彼女は例えばですけど、やっぱ体だけの関係って彼女じゃないじゃないですか。色感とかじゃねえよ。え、違うんですか。あ、色感、あ、色感はいないっすよ。だって俺全員本カノっすもん。
はい、全員と一緒に暮らせる、もう6人ぐらいできちゃう。できちゃう、できちゃう。なんか、投げっぱすね。やめとけ。そんな意味は俺聞きたいな。俺は、おるな、ほんま。おるんか。おるおる。どんな感じなんすか。どんな感じなんすか。めっちゃ可愛い、ほんまに。デート行かないの。それこそな。何するんすか、そのことは。ん、そのこと何するんすか。体の向きだけ。なんか、めっちゃ釣るよ、釣るよ。この順番行っちゃうんすか。うん、じゃあ行きます。行っちゃおう。いいですか。お、忘れられない出来事。忘れられない出来事。これ笑えるんかな。忘れられない出来事。このスタイルだからですか。ポストになってからの出来事でしょ。じゃあ、しおんからいきますか。嬉しかったことだったら、そうですね、新規で来てもらって、2回目でシャンパンタワーしてもらったことですかね、でもやっぱ。おお。ぐらいですかね、でも覚えてるので言ったら。すごいね。え、でもすげえすげえすげえっすよ。レイ、いきますか。まあなんか、そんな長い話一個一個はないですけど、いやまあそれこそまあホストやっとって、やっぱ初めて締めもらったりした時とか、まあシャンパンもらった時とか、まあ俺はね、まあその一個一個ぐらいは忘れないかなーって、まあそういう部分しかないですけど、うん、そんな感じなんで次ですか。もう次回しちゃおう。でももう確実にホストさんになるね。ホストって難しいって。忘れられない出来事。ああでも指名、同じお店、女の子のお店、うん、で3人指名かぶって全員やったっていうのが忘れられない。それ忘れられない。いまだにもう来んねえから。一人ぐらい話が回ってしまった。一人ぐらい。俺な、忘れられない出来事なんかあるかな。ホストに入って1000万もらったことぐらいしかない。おっと、思い出は1000万。いや、何買ったんですか。その1000万。あ、1000万で。1000万何買った。時計と車買ってもう全部なくなったね。1ヶ月で1ヶ月で全部使ったぐらいだね。でも免許なくなったんすか。そうだ、なくなって。だからそれも違う。免許もなくなって、結局残ったのはこの時計だけ。次行こうか。わあ、次こそ、次こそ。いや、こんな女は嫌だ。はい、と、はい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 、もう、あ、これみんないけるんじゃない。いや、もう一番は最初に言いやすいよ。最初だけ言いやすいよ。一緒にご飯食べに行きました。でも正直なんていうんですかね、自分が連れた女が愛想悪いとか、店員さんにもうタメ口だとか、もうそういう女の子も嫌だし、あとご飯、まあ最終的にやっぱ男は払うじゃないですか。そんなもう女の子も分かってるじゃないですか絶対。でもその中で出してる中で女の子が財布出してないと僕めっちゃ嫌ですね。僕は、はい。ああ、そういうのはめっちゃ嫌だ。もう普通に出す、俺がおごってあげるよ、連れてってあげるよって言ってる中で、まあその財布を出そうとしないのは本当にちょっと、あ、この人はそういう女の子なんかなって思っちゃいますね。はい、常識のね、常識のない、ね、その財布出すのどこまで出してほしい。まあよく言えばね、要は出す振りでチャック開けるのか、ここまでカバンをちょっと持っていく振りをするのか、どこまで出してほしい。女の子だったらその財布をまあもう出して持ってだけでいいんです僕は。ああ、もう、でもしなんか後輩だったら、うん、半分出しますよっていうぐらいのお金をちょっと手に持っとってほしいですね。はい、そうですね。僕はまあそうですね。いるわ、いる君は、いる君。金ない女。それは金が、もっと金だとダメなの。そのホスト的には、ホスト的にはですね、作れる女っていいと思う。ああ、いや、稼げる女でもいいな。でもいいの、うん、それは対象ない。レディジョー最高最高。ダメダメ。うーん、わかる。マッチ臭い女。金と、あとは洗浄ちゃんとしろよけど。僕はですね、これみんなが共感できるのかわからないですけど、毛玉がついてる女。
ちょっと想像しづらい。あの服とかにあの毛玉がついてる女の子、あ、要するに清潔感のない女の子は嫌なの。嫌。あのパーカーとかでもさ、あの毛玉ついてるから、うんうん、そういう女の子はちょっと、あ、不清潔なのかなって思ってしまって、まあ、あー、繋がるね、絶対。なんだ、特にこれはないですけど、なんか言って聞けない女が嫌っすね。例えばやったらなんか、ヘルプとかの前でこれしてってやった時に、うん、ちょっとダダこねられたりしたら嫌っすね、やっぱ。なんか担当として立てられたいってのがあります、うん、なんか、あ、はい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 、こいつ言うこと、ね、聞かせれてないんだみたいな。要するに、はいはい、まあ、なんて言ったらいい従うやったな、またやったな、またやったな、俺がまたやったな、俺がやったな。悪いっすわ。プライベートもそれは店でも、もう全部ですね。女は黙って言うこと聞いとけばいいと思ってますね、やっぱ。はいはいはい、やらんて、そんなんもう早いな、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 早いな。次行こう、次行こう。はい、じゃあ整形について。はい、あ、なるほど。整形について、整形について、整形についてか。この中で整形しとる人何その全部俺なんですけどなんか急にずっと俺振られてません。いや、しましたけど。え、俺が回すんですか、じゃあ。いや、書き上げてくれ。俺してないよ。ほんまに、ほんまにしてない、してない。特前やなどう、イブは。いや、女の子が整形して可愛かったら OK。 全然 OK。 全然 OK なの。全然 OK。 正直なんか整形とかって全然ありだと思うんですけどね。やっぱみんなそれだけイケメンになりたいとか可愛くなりたい、綺麗になりたいとかあると思うし、うんうん、絶対みんなしたいと思うんですか、ほんまに思うんですか。うん、整形とかめっちゃ僕一人なんで、二人にしたいとかめっちゃあると思う。じゃあ、どうですか、でもその整形とか。いや、したくなかった整形いや、ほんまにこれは今動画だから言えるけど、はいはい、本当にしたくなかった。え、あれはどういう形で整形なんだ。いや、整形変わった、変わりまして、ここら辺にちょっと出してたわけやん、昔なんて一番痩せとったわけやん。休んだ人みたいな。この辺で出そう、ね、1回目自分でしたんですよ、目の二重と鼻のプロテーゼは、うん、それはいいかったんだけど、うん、ほんまに周年の部分は正直嫌だったっすね。そうなんや、周年2回目なの。周年2回目です。1回しました、その前。まあ言い方悪いですけど、企画を作るために使われたみたいな。本当にすごい、あれだけはショックだったっすね、俺も本当に。あ、そのなんか人生1回でずっとその顔で飽きないのって言った何それ。かわいらしいのだけ。え、どうなんすかね、カラメ君が怪しいですけどね。やっぱ動画でいいの。いいの。いやいやいや、そらちのそらちのはね、どうなんすかね、やっぱえ、最近した。違う、ダメなやつ、ダメなやつ、これ。でもこの動画で今一番盛り上がってる。一番盛り上がってる。っていうことで、はい、ホストトーク終わります。はい、この動画を見てくれてありがとうございます。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしく。めっちゃいいよ。別のやつ考えとこう。あ、ちゃんと書いていくか。はい、この動画を見てくれて、ありがとうございます。この動画を見てくれてありがとうございます。この動画を見てくれてありがとうございます。この動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしく。